はい、どうも、ゆっきーです。今日はですね、深夜に、歩いて捕まえたこちら、ヤブキリというやつと、おそらくね。で、あと、ハサミムシ。ね。ハサミムシくんをゲットしたので、食べて、ね、いきたいと思います。炒めてね、食べていきたいと思います。まあ、このね、ヤブキリってやつはね、まあ結構カメゴロウもね、食べてた気がしたんで、美味しいかもわかんない、ね。なんか、ね、バッタ系は美味しいっていう話ですけどね。まあこちらの、ハサミムシは、うまいとか食ってるところ見たことないんで、はい。で、じゃあ早速ね、準備の方取り掛かりましょう。はい。まずは、こちら、洗います。ちょっとね、土とかついてると嫌なんで。よしと。ちょっと洗いますか。ちょこっと洗います。はい、君たち。おい、こら!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 水でちょっと洗います。うわー、助けてくれー。水でギャーってなってる。おら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 、しね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 ー。ということで洗いまして、洗うのはいいんだけど、おいちょちょ、洗うのはいいんだが結構泳ぐね君。結構泳ぐね、君。こいつ噛むんだよな。噛まれたんですけど、これ痛いんですよ、こいつ。このヤブキリ君はね、噛まれると痛いんですよ。ハサミムシにもね、噛まれたんですけど、痛かった。普通に痛いっていう。よし。では、油。まあ、今回の調理は、まあ、普通に、炒めてね、いきたいと思います。炒める方法で。おい。やぶきりと。この馬追い系のさ、こういうキリギリス系はさ、結構、噛まれると結構痛いんで、ちょっと怖いですね。まあそんなに、あれですけどね、そこまで血が出るほどではないんです。よし、それでは、まずは、馬追いくん、貴様。貴様だ。と、馬追いじゃなかった。首切りだった。首切り。ああ。首切りくん。君だ。それでは、皆さんご唱和ください。ご唱和ください。ご唱和ください。アメーン。おうおうおう。やっぱ水滴がついてたからか。ああ、あちゃ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 。水滴がついてるからがやはり熱い。ああ、爆発。爆発、爆裂。ああ熱い。
おお、こんがり。うわ、爆発。爆裂ってるな。あっち、あっち。はい。お次は君ですよ。ハサミムシくん。君ですよ。お次はアメーン。皆さんご唱和ください。アメーン。アメーン。なんか飛びケラみたいになった。こんがり焼けたか。こんがり焼けました。こんがり焼けました。こんがりこんがりこんがりこん。まあエビみたいな味がするという噂です。こんなもんかな。でしょ。ということで、油で揚げ終わりましたので、塩をかけてね、塩を振っていただきたいと思います。塩を振って、はい。ということで、揚げ終わりました。まあ、多分、キリギリスじゃないや、首切りじゃないや、これなんだっけ。こいつの方は多分、割と、ヤブキリですね。ヤブキリくんに関しては多分、そこそこ美味しいはずです。うん。それではね。それでは、いただきたいと思います。いただきまーす。熱くないかな。ヤブキリちゃん、いただきます。これ、エビだ。これエビだ。エビ。完全にエビ。エビをなんか殻ごと食ってるような味ですね。それでは、もう一匹。ね、こちら。ハサミムシくん、いただきます。これエビだな、これ。これエビです。うん。どっちもエビだ。あの、殻のカリカリっとした部分が、あの、エビそっくり。うん。どっちも美味しいですね。まあ、あの、ハサミムシの方はほとんど食う部分がなかったということで。なんか、中身が怪しいですね。食ったのにほとんどなんか、食った感ないですね。ヤブキリの方は美味しい。四つ星。まあ、ハサミムシの方もまあ、
うまいはうまいけど、まあでも、まあ三つ星ぐらいかな。ということで、またね、もうこの夏にかけてね、いろいろ虫が多くなってくる時期ですので、まあ、適当にね、いろいろ、食えるものはね、食ってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。